上新電鉄6000系電車、上新電鉄6000系電車、上新電鉄6000型電車は、1981年、昭和56年に登場した上新電鉄の通勤系電車である。上新電鉄発の冷房装置搭載車であり、当時モータリゼーションに対抗するために上新電鉄が、推し進めていた群馬県の補助を活用した、設備近代化策の一環として、 木造車を交代化した在来車両の置き換えと最高速度を向上し、急行、準急を新設するなど所要時間短縮を念頭に置いたダイヤ改正実施を目的として1981年に新潟鉄工所で雲ハ6001雲ハ6002の2両編成1本が製造された。形式名の6000は昭和56年に出場したことに由来する。 線型に準じた戸袋窓を廃止正面に大型1枚ガラスを用いた20メートル級車体を有する。正面窓上部には補助前微糖を装備し、線型では微頭の上に垂直に並べて廃されていたヘッドライトは位置を大枠ギリギリまで下げ、尾糖の内側に平行に並べた上で特徴的なバンパーに埋め込まれており、バンパーと一体化するように廃章器、スカートが設置されている。 側面客用扉は各車両とも3カ所で 1300mm 幅の両開き扉である。側面窓は線型とは異なり冊子の角に R 曲線がついた二段上昇式のユニット窓で配置はロングシート部分が 930mm 幅の独立窓、クロスシート部分が1組 1487mm 幅の2レイン窓が採用され、後日のように 扉間において座席がいわゆる、千鳥式、天体称に配置されているために、両で左右の窓配置が異なる、独特の外観となっている。車両間の貫通路は、両開き式の貫通扉がついた幅 1200mm の広幅で、つまの窓は固定窓とされた。車体塗装は線形の斜めライン塗装にアレンジを加えたものとされ、アイボリージに、マクイタブに、ブルー。 祖部にオレンジのラインを廃止、それぞれの色同士の境界に藍色の細体を廃止。座席の配置は上新電鉄発のセミクロスシートを採用し、運転台直後に二人掛け、連結部には七人掛けのロングシートを、扉間には十人掛けのロングシートと各社の進行方向を向いたせずり低い二人掛けの小型固定クロスシート5脚を千鳥式に配置する。 座席モケットは緑色をベースとした。空調装置については、冷凍能力1 5 0 0カロリー、H の三菱電気製 CU-196、軽分散式冷房装置と扇風機を各4台、また、熱交換用に排気扇3台をそれぞれ各社に搭載する。照明は 40W の蛍光灯を15本と 15W の予備灯を4個設置している。また、 各車両の中間客用ドアの脇には、車掌の車内巡回時のドア扱いの利便性を図って、車掌スイッチが設置された。主電動機は線型と同一の東洋電気製造製、TDK806-7H 直巻清流子電動機を、中空軸並行、カルダン駆動装置を介して搭載する。同電動機は、日本国有鉄道、国鉄の新性能電車に搭載された。 MT46 系電動機と原設計が共通であり、性能も概ね準ずる。歯車比は 1000K、同様85、14、6.07である。主制御機は二両分8機の主電動機を制御する一 C8M 仕様で、東洋電気製造性電動化無軸式アッコットオフ、H8100 から 777C をクモハ6001に搭載する。 制御段数は22段、直列11段、並列8段弱めかい、次3段で、発電精度は19段である。同制御機は、加速度変更機能を有し、運転台にあるスイッチを操作することで、通常時速 2.0km、S と高加速時速 2.5km、S を切り替えることができる。減速度は、通常時速 3.5km、S。 非常時速 4.5kmS である。また、大荷重装置がついており、定員200%まで一定の加減速度を保つことができる。運転席は上新電鉄の管例として、進行方向右側に配されており、主管制御機には線型と同じワンハンドル式を採用した。電動発電機 MG は、冷房装置用の電源を供給することから、大容量。 ブラシレス MGE の東洋電気製造製 TDK3313B 出力75クバ参照交流 200V-60Hz を1機電動空気圧縮機 CB は騒音保守作業の低減を図った三菱電気製の C-2000L 型定格と質量2000リットルミムを1機共にクモハ6 0 0に搭載する台車は 住友金属工業製で軸箱指示がペデスタル式のダイレクトマウント式空気バネ台車 FS395A を装備する。基本構造は線形の FS395 と同一だが波打ち車輪の採用により軽量化が図られている。制動装置は線型と同じく全電気指令ブレーキを採用するが線形の日本エアーブレーキ ゲンナブテスコ製 HRD-1 から三菱電機製 MBSD に変更されている。パンタグラフはすべて高崎側に搭載している線、型とは異なり、各車運転台側に一機ずつ搭載されている。警報装置には線型に引き続いてメロディホーンを搭載し、車内放送用に旧日本国有鉄道、国鉄の特急系車両などに装備された鉄道消火の 車内チャイムを搭載している。しかし、これらは後日のワンマン化以降通常の営業運転においては使用されていない。1984年12月21日に発生した正面衝突事故で、雲ハ6001の全面が大破し、修理した際には、そのイメージ払拭のため、250型と同様のアイボリーチにオレンジとブラウンのラインを施した塗りに変更された。 上新電鉄では1996年からワンマン運転を開始し、関連機器設置のため運転台直後の座席は撤去されている。また、本形式の特徴であった千鳥配置のクロスシートは、通路幅拡大と優先席設のために2005年12月にロングシートに改造された。線形7000型と同様に上新電鉄のフラッグシップであり、 1996年から2017年現在まで日野自動車製トラックバスの販売ディーラーにあたる群馬日野自動車の広告者となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。